少年レッズ、小さいから野球チーム入れん、涙、母、せや。メジャーリーグを代表する選手で、毎年 MVP 級の活躍を見せているドジャースのムーキー・ベッツ、 WBC で大谷が憧れるのはやめましょうと名前を挙げたスーパースターの一人。2023シーズンホームラン39本打ってシルバースラッガー賞を獲得したメジャー屈指の強打者だが、身長175センチとメジャーの中では小柄。ベッツは幼い頃、リトルリーグでプレイするには小さすぎると多くのチームから入団を拒否された。そこで彼の母が他の似た境遇の子供たちを集めリトルリーグのチームを結成し、監督も務めた。母が結成したチームでプレーしていなければ、現在のムーキー・ベッツは存在しなかったかもしれない。アメリカでもかっちゃんの行動力は凄まじいんだな。俺確か5歳くらい頃だよな。この年齢で体格とか気にするのはちょっとアメリカの闇だよな。同じ175センチメートルの誇り屋は175でもダンクもできてホームラン打てる、守れる、走れる、バスケもアメフトもボウリングもゴルフもできる。この身長でホームラン40本打てて内野も外野もゴールドグラブ級って才能がエグすぎる。ここ8年2016-2023 MVP 投票トップ10位以内7回トップ5以内5回はすごすぎる。さすが大谷が憧れる本物のプロフェッショナル。外野と二遊間守れるのそっしるんやな。しかもそれが一流レベル。ベッツはおなじみの笑顔を見せながら当時を振り返った。母さんがアウトが必要だから何としてでも取ってきてっていうことが何度かあったのを覚えているよ。当時まだ4歳とか5歳だったから、ゴロを取ったら一塁に投げるのではなく走っていってタッチアウトにできるくらい足が速かったな。母さんも僕と同じように競争心が強かったのでとても楽しかった。彼女は勝利にこだわっていた。ベッツのカッちゃんのキャラが軽くて最高なんだよな。パワフルなおかんへの笑い。どこの国でも母ちゃんは無茶振りするんやな。成績だけじゃなく最高の場面で活躍するのがスター性を際立たせてる。これで怪我が少ないのが偉すぎる。ユーティリティプレイヤーって普通バリバリのレギュラーじゃない便利屋的な人が一般的だけど、この人に関しては全く別、大谷とは別の角度でとんでもない人ですね。憧れるのはやめましょう。野球が好きなみんなはポチッとチャンネル登録よろしくお願いしますのだ。ではまた次回の動画で会おう。